今までね、ずっと心拍ばっかり続いてたね。まあそうですね。今回はね、赤松。これ、盆栽系の、視聴者の方にいただいたやつです。いただいたシリーズ。うん、どういう風に作っていくか、いろいろ考えたんですけどね。はい、ここからここまで、模様がかなりあるんですよね。はい、ここですね。ずっと模様がついて。で、ここまでずっと見ていくと、ここがもう棒になっちゃったんです、ここが。はいはい、これ。そうですね、ちょっと見えるかな。これどうしようかなと思ってするんですけどね。うん、これ取っちゃった。ここ。どこですか、ここ、うん、この直線。で、頭を立て替えようかなっていう構想なんですよ。なるほど。うまくいくかどうかわかんないんですけど、これ頭をこう持ってくる。だいぶちっちゃくなりますね。うん、ちょっとどうなるかわかんない。こっちが頭になるかわかんない。これこっちの方が自然の感じはしますね。こう切って頭立て替える。なるほど。そういう構想できます。それで、こうずっと見ていきますとね、カン抜き、ここがカン抜きなんですよ。これね、ここ、うん、貫抜きです。それからもう一つ、この上、ここですね。あそこも貫抜き。ここも貫抜き。だから、もうこの貫抜き利用しちゃうんです。で、頭立て替えれば片方が枝になって。なるほど、うん、減らせると、うん。だからここ切っちゃいます、これ。わかりました。最終的にどうなるかね、ちょっとね、私も想像つかないんですよ、まだ。で、ちょっと切ります、これ。そのハサミで切れるんですか。これで切れちゃうんですよ、このハサミよく切れるから。本当にいい、はい、いいですか、はい、ほら。あ、本当だ。何の抵抗もなく。すげえ。こんなになっちゃった。ですから、もうこの高さ、これがうまくこう立って、こう少し曲がればいいかなっていう感じですね、これね。これで、ちょっと葉っぱ整理して、それから針金をかけてってみたいと思います。わかりました。葉っぱの整理は？ね、これ、また普通の基本通りです。貫抜きあります。まずは正面を決める。うん、正面。仮の、最終的にどうなるかわからないんですけど、はい、仮の正面決めておかないと、例えばここで正面取ると、この、これが立てた時にこう、うん、生きてくると思うんですね。はいはい、ただし、この幅が見えない。そしてこの見える位置がどこにしたらいいかなと考えますね。一番最初ここ入れましたね。ここですね、最初は、うん、ここは正面にしようかなと、はい、ただしここは欠点はここは幅が見えない。見えない。で、今度はここの模様がよく見えると思うんですよ。そうですね。これ一番いいかなと、うん、ただしこの一の枝が後ろに行っちゃったんですよね。なるほど。これね、持ってきたらどうかな、そういう感じをしますけどね。で、あとこちら、この正面、この枝がちょっと邪魔になるような感じですね。これがこう立てて、こんな感じになる。ここも出どころが、ちょっと難しいな。最悪、うん、これを抜いちゃうかって感じ。あら。これ。でもなんかこれがこう上がってくるからね。これなくてもいいかなっていう感じもしますね。うん、だいぶ改作ですね。これなんでね。難しいな、だけどな。これ取っちゃう、これ。この正面いいですね。だいぶ変わるぞ。これ抜かしつつ、これ取るの惜しいんですけどね。ちょっと作りようがないです、これあると。これ取ります。で、こう見るとちょっと後ろ、このお腹からこう枝が出てるような感じですよ。そうですね。これ取ります。はい、思い切って取っちゃう。思い切って取っちゃうこれこれ横を見るとお腹から出てるような感じですね。この元から切っちゃいますから、はい、頭と差し枝を落とした、ってことですよね。だからなんとなくこう模様、軸が見えてきたような感じがする。わかりやすくなりましたね。うん、この幹の立ち上がり、このいいところが見えてきたような感じします、はい、これ。で、ここずっと回してくると後ろになるかな。なるほど。この貫抜きを落としていく。うん。これくたっと出てるんで、こっち取ります。これ。はい、これは取る。もうね、ちょっと近いね、これね。これもね、本当これ取りたいんだけどね、ちょっとかけてからします。こうちょっと近いんで、針金かけたとか、こう寄ってきて、うん、どうなるかなんですよね。今取っちゃうとちょっと。で、こ
ここは多分ここ目が2つあるんでここまで追い込めると思うんですよね、これね、うん、これはこのまましてて後で取ります、うん、ちょっと上に出てて、はい、でこう枝がこれ枝にしますから、はい、これが頭になって枝のこれいっぱいつけると太ってしまうんで、はい、で上に出てます、これ上向きの枝これ取ります、はい、これ取ります、正面完全に切れますね、これね、はい、これ頭を立てる、うん、これでこうでしょ、はい、この頭を立てて、うん、これは枝になる、なるほど、こうかんぬきだったところですね、はいはい、で流れは左流れかな、うん、針金かけてからもしかしたらね、これを立ててもう一つこっち枝つけて、なるほど、この頭に持っていくかもわかんないから頭のところを分岐させる、うん、これもう一個こう、うんうん、2段にするかもわかんないですけど、分かります、これで針金かけてきます、ちょっとね、針金もらってきます、一つ、はい、この枝はもう単独でかけます、そして、はい、これから、うん、頭に一本針金通します、これ立てるために、うん、なるほど、これこの枝から、この枝と頭、これダメだったらね、2本入れにしますから。僕に2本3本枝が4本しか出ていない、はい、随分切っちゃったな、随分切っちゃったこの辺を使っていくかもしれないですね、うん、こうもうちょっとこう、うん、分けてもいいかなって、ね、一番下ちょっとかけます、うん、これ針金1本でここだけで入れてますかね、うん、鉢巻け掛け、はいはいはい、ってやってます、でこっちとこっちに流してるんですね、そう、ああ、こう一本でこうずっとこう来てる、支えがここになってる、はい、鉢巻け掛け、鉢巻け掛け、うん、でちょっとこう下げてみますね、これね、でこう一つなんでちょっと段差をつけます、はい、このこっちの枝とこっちの枝、これが奥なんで、はい、奥の方が上に来ますから、はい、これ先端ちょっと上げます、これ2段だったと思います、はい、そしたらあとは細かくここだな、隙間が入ってちょっとずつやっぱ降りてきてるのかな、だんだん下がってんすかね、これ下がってきた、わかんない、もう一歩入れるよかわかんない、これこれ裏枝になるってことですか、これ裏枝ね、はい、お、いい感じだ、ほら、あ、なんか見えてきましたねこの枝取ります、これ、はい、これがこう幹の流れで来るとお腹に入ってる、はいはい、でちょっと長すぎるんでこれ取っちゃいます、わかりました、
こういうなんか模様際久しぶりですね。模様際あんまりこのチャンネル出てこないじゃないですか。分身ばっかり出てくるから。今まで、ね、すっごい細い木が多かったな。そうなんですよ。模様際。こっちの方が一般的ですよ、多分。うん、それでもね、頭と差し上げた撮ってるから、また作り方なんだと思う。一番あの針金がかけやすいので、はい、やっぱり五葉松だね。五葉松、うん、葉っぱが短いからね、すごくまとめやすいんだよ。そうですよね、難しい、やっぱり赤松は長いからね、葉っぱまとまんないで巻き込んじゃう、はい、今度ここ2番目、大体こういう字の枝は決まってそうですから、はい、ここ2の枝でいきます。いや、これだ。こんな感じ。室内に移動しました。うん、見ていくとまだちょっとね、うまくまとまってないんですよ、これ。まとまってないんで、ここ一目詰めちゃう、これ。ここにこの目があるから、ここまで詰めちゃいます、これ。ここまで。うん、これとこれが並んでるんですよね、これね。はい、これがいらないかなって。そしてね、もう一箇所ね、これ全体的にこう見ると、庭木みたいになってね、今。方向性がないの。はい、方向性こっちと左流れするために、うん、ここもこれもちょっと長いかなって感じ、これ。なるほど。これも取ります。するとこれ の, あの幅がこっちが短くなってこっちが長くなる、あの左の方に流れが出ると思うんで、これ取ってみます、これ、はい、一応これ正面、正面、はい、だいぶ変わりましたね。ね、ちょっと幹の模様は出たかなと思う。このいいところが 見えてきたかなっていう感じ。苔順がだいぶ、ね、うん、良くなったね。良くなった感じがしますね。うん、この枝がね、うん、ちょっとこれ邪魔してるような感じするんだけど、あんまり下の方の枝だから抜かないで、少し後で抜くようにしましょう、これは下の方は。うん、頭もまだあのちゃんとまとまってないですけどね、はい、あの骨格はできたと思うんです、これ、はい。今後はここの形からちょっと、うん、あのだいぶ竹も詰まったと思うね。そうですね。これだけ、これがこうあったんだからね、うん、ここに。そうですね。ここか。そこについてた。で、これが枝で、ね、ここがこう、かんぬきになったよね。はい、これ頭に叩かれたし、これ挿し木できりゃね。挿し木ができりゃいいですけどね。ダメだ。面白いですね。頭と挿し枝を取って、うん、作り変えたっていう。そう。こういうも、こうやったんだよね。第一段階としてはこんなもんかな。あと枝を作っていけばね、頭がちょうどあんまりまとまってないですから、ちょっと低くてもいい気は うん、しますね。なんかちっちゃくても、その辺はまたこれから、うん、赤松だからこれ良くなると思うよ、これ。小さい、ね、こんだけ小さいのね、うん、こんだけちゃんとね、服が入ってれば、うん、やっぱ赤松だったら古くなってね、うん、幹が荒れてきた時に、これ幹が荒れてきたらいいもんになるね、いいやつになりますよ、うん、大丈夫ですか。あとそうだね、ここまで太いから、これをもうちょっと太らせてもいいかなって感じだね、ここね。あ、この部分もっとこっちへグッと折り返してきて、でまたこっちへ戻してもいいかなって、この辺だね。なるほど。ここね。じゃあ今日は赤松。うん、赤松。はい。ありがとうございます。はい。